では投げます。飛距離ね、こかなりバカみたいに飛びます。さすがにあのやっぱ33グラムあるんで、飛距離はメタルジグ並みにね、飛ばすことができます。なんでちょっとミノーではね届かないような、沖の根ですとかそういう場所もね、バルバロッサ使えばね、届きますんで、そういうちょっとね届かないようなところも、狙ってみるとね、ああいうちょっと今波入って、あそこちょっと白波立ちましたよね。あそこ沖にねあれ根があるんですけど、まあああいうねちょっとミノーではちょっときついかなっていうね、場所でもね、バルバロッサを使うと割と楽に届きますね。まあ、あそこにちょっとカメラで位置が分かるかどうか分かんないですけど、ちょっと根のとこに投げてみますけど、もう余裕で根の向こう側に、ルアー飛んでってますね。ああいう根の向こう側もね、下がることが、できますね、このルアーだと。例えばね、磯丸なんかもね、割と遠いところのね、潮目とか、流れを狙うもんで、この飛距離はね、非常にアドバンテージになりますよね。今ちょっと落ちたところなんか、根の上なのかな、ちょっと、だいぶ潮のね、引っ張られる感じ、複雑な流れの、感触が、バルバロッサを、として非常に分かりますね。今なんかも波がダーンって入ってきて、まあ、ちょっとこうねちっちゃいワンドになってるんですけど、潮が沖にねザバーンって入ってきたのがこのワンドの真ん中からスーッて沖にね流れ出してるんですよ。なんで今この辺から沖に向かって今水が出てってる状態なんで、すごくルアーがこう引っ張られるんで、こういうところはこうやって止めてやると落ちるアクションをしながらルアーが流れでこういうふうに引っ張られてるんで、あんまりこうずーっと沈まないで同じようなレンジでこうゆらゆらルアーがアクションしてるような状態ですね。こういう状態をわざと作ってやって止めて食わせるっていうのがね、この、バルバロッサのね使い方ですね。特にこういういわゆる磯でもね、まあサーフでよくカレントヒラメ釣れとかよく言いますけどね、磯でもね同じでね、こういう波がダーンって入ってきて、こう一瞬こうカレントができるんですよね。沖に流れるスーっていう流れの筋が、そういうところにこう波を待って波がダバーンって入ってスーっていう流れの筋ができた時に、バルバロスをチョーンって落とし込んでやって、糸を張ってこう当たりを取るっていうね、そういう使い方が、できます。まあ、もちろんねミノーでもできるんですけどね、やっぱりミノーはミノーの動きなんでね、なかなかミノーの動きに反応しない魚っていうのをね、このバルバロッサで、魚を取ることが、できますね。今ちょっと波がこう入ってきてますけど、やっぱこうじっくりこう波を待って、ヒラスズキが食う一瞬のね、このなんて言うんだろうな、一瞬のね食う隙っていうのがあるんですけど、その間合いを見ながら、釣るっていうのがねヒラスズキのすごい魅力ですよね。今ちょっと波入って、やっぱり今また沖への流れがこう出てますよね。ルアーがこうやってほら糸張って引っ張られてる状態ですね。今グーってルアーが引っ張られて、バルバロッサがこうキュル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 ってローリングしながら、沈み込まず、耐えてる状態ですね。これが流れがなくなるとスーってまたレンジ下がって潜ってきますけど、まあ、こうやって食わせるっていうのが、まあ、このバルバロッサのね、一つの使い方ですね。まあ、今はね流れにこう垂直に出てくる流れに対しての、使い方ですよね。こういうね、
で逆にちょっと今ね沖の方あんまり流れてないんですけど、まあ沖が例えば右からね左に流れてるような時はやっぱりこう投げて糸を張って、右から左の方にこう流していく、糸を張って流してるとやっぱり流れに乗りながらこうやってドリ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 ってこうローリングしながらこう流れて、魚を誘うっていう釣り方ですよね。こうやってこうドリ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 させながらこういう沖のねああいうあの沈み根の上をこうドリ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 させながら根の上をこうやって通過させてたりとかね、そういう使い方が、できます。ほぼ無風状態なんでちょっとねウィンドドリフトがねできる、風がないんでなかなかちょっと説明するのは難しいんですけど、まあやっぱりああいうねあの沖の沈み根みたいな、場所張り出した馬乗せなんかを、狙うイメージでまあこうキャストしていただいて、まあ風が今例えば右から、左に吹いてますというとわざとこうロッド立ててねこのラインに風をかましてやる、そうすると、ラインがこう風を食ってラインを引っ張っていくんですよね。そうするとルアーもこういうローリングアクションを起こしながら風に引っ張られて動いていく。で時折強い風がバーンって吹くとヒュヒュってこう泳ぐアクション変化を起こして、まあ食わせるっていうことができますね。でね、この風のやっぱ具合によってこのねラインの出し入れっていうのが非常に重要です。なんでウィンドドリフトやるときはねちょっとこう糸の出す量をねこう考えながら、いっぱい出せば風いっぱい受けますし、少なめに出せばそれほど風の影響はあまり受けませんね、まあそういう釣り方で、流したり止めたりしてね釣ってやる。これがバルバロスタの、まあ、目指した、まかないでするというね、コンセプトですね。はい、まあちょっとねここもねかなり立ち位置は、高いですよね。水面からだいぶ高くてさらにもう一段下に、根が張り出しているような生え根があるような場所で非常に釣りづらい場所なんですけど、まあだいたい平鈴木ってこういうね釣りにくいどうやってランニングすんだよっていうようなね場所でやることも多いんですけど、まあこういうね高い場所でもね立ち位置をの高低差をね選ばずバルバロスターは全然使うことができます。こういう高い位置からでも普通に普通のミノーと同じ感覚で、使うことができます。普通のね新編だともう完全にこれ浮いてしまう高さですよね。通常の多分 20g とかの新編だと全く、用をなさないような、高さですけど、こういう場所でも、バルバロスターちゃんと、泳いでくれます。はい、どうしてもやっぱ日中の平鈴木警戒心が強いんで、サラシがこう広がってる時にねルアー捕食します。何にもないサラシが何にもない時投げても全然釣れないのに、やっぱサラシが被った瞬間に急にバーって食ってくるんで非常にねこの波待ちというね、この間合いを見ながら釣るっていうのが大事ですよね。今波がバーって入りました。でこのちょっと一瞬この平らになった瞬間、これがポイントですよね。今ちょっと、波今かぶっちゃいましたけど、ああやってキャストした時に波が入ってしまうとルアーが流れて、ポイントから外れてしまうんですよね。なんでこう波が入ってサラシが広がって水面がピタッてなった瞬間に、ルアーを打ち込むっていうのがね平鈴木では非常に重要です。ただ漫然と投げてるとなかなか食ってきませんよね。これが平鈴木ゲームの非常に面白いところですよね。
はい、じゃあちょっと、ウィンドドリフトの、応用ですね、ちょっと、まあ、応用編を説明したいと思いますけど、まあ平鈴木ね、ああいう岩があって、岩の後ろにできるああいうさらしとか、まあああいうとこ狙うのが王道なんですけど、例えばねこのポイントですと、あの大きい沖縄の岩と手前に1個あのちっこい根が、今ちょっと波が入って見えないですけど、あ今見えましたね、あそこに岩があるんですよ。で、あのちっこい岩と向こうのでかい岩の間、ああいうとこってね、スリットになってて、まあ、水道状になっててね、深く掘れてて、平鈴木が、大きい平鈴木がねよくついてる場合っていうのがあるんですよね。で、普通のミノだと当然あそこ狙うのは難しいです。この今の立ち位置だと、まあ、ちっこい根のギリギリ通すぐらいのコースしか、普通のミノではできないんですけど、まあ、このね、バルバロッサとウィンドドリフトをね組み合わせることによって、スリットをねこう水平に引っ張らせるっていうことが可能です。例えばね、まあ、ちょっと今日ね風があまりに弱すぎるんで、今日はちょっとね、そういう引き方やるのは難しいかもしれないんですけど、まあ、ちょっとやりながら説明しますけど、まあ、あのちっこい根の向こう側に今、ルアーを落とします。よいしょ、今落としました。通常ここからリトリーブ開始すると当然あのちっこい根に根がかってしまいますけど、右から左に風が吹いてる場合っていうのはあそこに落としてラインをかましてやるんですよね、風に。そうするとバルバロッサが風に引っ張られながら、あのそこの水道の部分を水平にこうローリングしながらダラ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 って水平にこう移動していくんですよね。そうするとあのスリットの中水平にこう攻めることができるんで、まあ大体ああいうところってね、でかい平鈴木ね竿抜けで潜んでることが多いんで、大体ねああいう隙間の水道部分狙うとでかいのがダーンってねハチジャップが、来るっていうことがね非常に多いんで、こういうね、ウィンドドリフトで通常攻められない根の向こう側の細い筋を狙うっていうね、そういう釣り方をね応用で釣ることができます。結構ね僕この方法を使ってねでかい平鈴木釣ってるんでね、ぜひ風の強い日はね試して、いただきたいと思います。はい、なかなかねやっぱねああいうところってこう勇気を持って、攻められないんですけどね、ルアー効果ですからね、もうああいうところをこうズバッとこう思いっきり根がかりコースにルアーを落として、こう風でルアーを移動させて、あそこのスリットを水平方向にこうやって攻める、これがねでかいの釣るコツですよ。こういう釣りをね覚えていけば本当にね、80アップとかね90近い平鈴木もねどんどん釣ることができるようになると思うんでね、ぜひね試していただきたいですね。って言ってこれ教えちゃったら僕が釣れなくなってしまいますけど、ぜひ皆さん試してください、これすごい釣れるんで。では投げます。飛距離ねこかなりバカみたいに飛びます。さすがにやっぱ33g あるんで飛距離はメタルジグ並みにね飛ばすことができます。なんでちょっとミノではね届かないような、沖の根ですとかそういう場所もねバルバロッサ使えばね届きますんで、そういうちょっとね届かないようなところも、狙ってみるとね、ああいうちょっと今波入ってあそこちょっと白波立ちましたよね、あそこ沖にねあれ根があるんですけど、まあああいうねちょっとミノではちょっときついかなっていうね
場所でもね、バルバロッサを使うと割と楽に届きますね。まあそこにちょっとカメラで位置が分かるかどうか分かんないですけど、ちょっと根のとこに投げてみますけど、もう余裕で根の向こう側に、ルアー飛んでってますね。ああいう根の向こう側もね、探ることが、できますね、このルアーだと。例えばね、磯丸なんかもね、割と遠いところのね、潮目とか、流れを狙うもんで、この飛距離はね、非常にアドバンテージになりますよね。今ちょっと落ちたところなんか、根の上なのかな、ちょっと、だいぶ潮のね、引っ張られる感じ、複雑な流れの、感触が、バルバロッサを、として非常に分かりますね。今なんかも波がダーンって入ってきて、まあ、ちょっとこうね、ちっちゃいワンドになってるんですけど、潮が沖にねザバーンって入ってきたのが、このワンドの真ん中からスーッて沖にね流れ出してるんですよ。なんで今この辺から沖に向かって今水が出てってる状態なんで、すごくルアーがこう引っ張られるんで、こういうところはこうやって止めてやると落ちるアクションをしながら、ルアーが流れで引っ張られてるんで、あんまりこうずーっと沈まないで、同じようなレンジでこうゆら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 、ルアーがアクションしてるような状態ですね。こういう状態をわざと作ってやって、止めて食わせるっていうのがね、この、バルバロッサのね使い方ですよね。特にこういういわゆる磯でもね、まあサーフでよくカレントヒラメ釣れとかよく言いますけどね、磯でもね同じでね、こういう波がダーンって入ってきて、こう一瞬こうカレントができるんですよね。沖に流れるスーっていう流れの筋が、そういうところにこう波を待って波がダバーンって入って、スーっていう流れの筋ができた時に、バルバロスをチョーンって落とし込んでやって、糸を張ってこう当たりを取るっていうね、そういう使い方が、できます。まあ、もちろんねミノーでもできるんですけどね、やっぱりミノーはミノーの動きなんでね、なかなかミノーの動きに反応しない魚っていうのをね、このバルバロッサで、魚を取ることが、できますね。今ちょっと波がこう入ってきてますけど、やっぱこうじっくりこう波を待って、ヒラスズキが食う一瞬のね、このなんて言うんだろうな、一瞬のね食う隙っていうのがあるんですけど、その間合いを見ながら、釣るっていうのがね、ヒラスズキのすごい魅力ですよね。今ちょっと波入って、やっぱり今そうするとルアーもこういうローリングアクションを起こしながら風に引っ張られて動いていく。で、時折強い風がバーンって吹くと、ヒュヒュってこう泳ぐ、アクション変化を起こして、まあ食わせるっていうことができますね。でね、この風のやっぱ具合によって、このね、ラインの出し入れっていうのが非常に重要です。なんで、ウィンドドリフトやるときはね、ちょっとこう、糸の出す量をね、こう、考えながら、いっぱい出せば風いっぱい受けますし、少なめに出せばそれほど風の影響はあんまり受けませんね。まあそういう釣り方で、流したり止めたりしてね、釣ってやるっていう、これがバルバロッサの、まあ目指した、まかないで釣るというね、コンセプトですね。はい、まあちょっとね、ここもね、かなり立ち位置は、高いですよね。水面からだいぶ高くて、さらにもう一段下に、根が張り出しているような、生え根があるような場所で、非常に釣りづらい場所なんですけど、まあだいたいヒラスズキってこういうね、釣りにくい、どうやってランニングするんだよっていうようなね場所でやることも多いんですけど、まあこういうね高い場所でもね、
立ち位置をの高低差をね選ばずバルバロスターは全然使うことができます。こういう高い位置からでも普通に普通のミノーと同じ感覚で、使うことができます。普通のね新編だともう完全にこれ浮いてしまう高さですよね。通常の多分 20g とかの新編だと全く、用をなさないような、高さですけど、こういう場所でも、バルバロスターちゃんと、泳いでくれます。はい、どうしてもやっぱ日中の平鈴木警戒心が強いんで、サラシがこう広がってる時にね、ルアー捕食します。何にもないサラシが何にもない時投げても全然釣れないのに、やっぱサラシが被った瞬間に急にバーって食ってくるんで、非常にねこの波待ちというね、この間合いを見ながら釣るっていうのが大事ですよね。今波がバーって入りました。でこのちょっと一瞬この平らになった瞬間、これがポイントですよね。今ちょっと、波今かぶっちゃいましたけど、ああやってキャストした時に波が入ってしまうとルアーが流れて、ポイントから外れてしまうんですよね。なんでこう波が入ってサラシが広がって水面がピタッてなった瞬間に、ルアーを打ち込むっていうのがね、平鈴木では非常に重要です。ただ漫然と投げてるとなかなか食ってきませんよね。これが平鈴木ゲームの非常に面白いところですよね。はい、じゃあちょっと、ウィンドドリフトの、応用ですね。ちょっと、応用編を説明したいと思いますけど、平鈴木ね、ああいう岩があって岩の後ろにできるああいうさらしとか、ああいうところ狙うのが王道なんですけど、例えばねこのポイントですと大きい沖のあの岩と手前に1個ちっこい根が、今ちょっと波が入って見えないですけど、今見えましたね、あそこに岩があるんですよ。でちっこい岩と向こうのでかい岩の間、ああいうとこってね、スリットになってて、水道状になっててね、深く掘れてて、平鈴木が、大きい平鈴木がねよくついてる場合っていうのがあるんですよね。で普通のミノだと当然あそこ狙うのは難しいです。この今の立ち位置だと、また沖への流れがこう出てますよね。ルアーがこうやってほら糸張って引っ張られてる状態ですね。今グーってルアーが引っ張られて、バルバロスがこうキュル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 ってローリングしながら、沈み込まず、耐えてる状態ですね。これが流れがなくなるとスーってまたレンジ下がって潜ってきますけど、こうやって食わせるっていうのが、このバルバロスのね、一つの使い方ですね。今はね流れにこう垂直に出てくる流れに対しての、使い方ですよね。こういうね、で逆にちょっと今ね沖の方はあんまり流れてないんですけど、沖が例えば右からね左に流れてるような時はやっぱりこう投げて糸を張って、右から左の方にこう流していく、糸を張って流してると、やっぱり流れに乗りながらこうやってドリ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 ってこうローリングしながらこう流れて、魚を誘うっていう釣り方ですよね。こうやってこうドリ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 させながら、こういう沖のねああいう沈み根の上をこうドリ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 させながら根の上をこうやって通過させたりとかね、そういう使い方が、できます。ほぼ無風状態なんでちょっとねウィンドドリフトがねできる、風がないんでなかなかちょっと説明するのは難しいんですけど、やっぱりああいうね沖の沈み根みたいな、場所張り出した馬の背
なんかを狙うイメージで、まあこうキャストしていただいて、まあ風がね、風が今例えば右から、左に吹いてますというと、わざとこうロッド立ててね、このラインに風をかましてやる。そうするとラインがこう風を食って、ラインを引っ張っていくんですよね。